くびれ専門トレーナーフィットネスモデルのエミリーです。今日も私の大好きなあずさちゃんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。ナンシーあずさです。もうね、何回来てもらってんだってぐらい来てもらってるんですが、本当に何回目だよいい加減にしてっていう感じなんですが、はい、私たちはですね、今回も去年に引き続きバリ旅をしておりまして、はい、サヌールにあるザ・サマタというヴィラに泊まっております。もう本当にね、あの、私たちが泊まってるヴィラの中にプールがあったりして、すごいね、のどかに過ごしているんですが、今日はですね、あずさチャンネルの方で前編をお届けした NG なし質問コーナーをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。準備はいいですか？はい、 OK です。前編はあずさチャンネルの方でお楽しみください。ミーチャンネル。じゃ早速質問の方いかせていただきます。はい、 NG なしといえど、最初はじゃあライトのやついきます。他の女性インフルエンサーと喧嘩したことありますか？喧嘩友達でありインフルエンサーである子だったら絶対揉めないけど、その仕事上に仲良くしてるみたいな子がいたとしたら、まあ、揉めるっていうか、その疎遠になるみたいなのはあるかもね。その普段プライベートで遊ばなくなるとかは全然あるし、大人だから揉めないかな。もう揉めるとかじゃなくて、普通に自分から離れていくって感じですね。疎遠になった人っていうのはもちろんいますね、それは。どういう理由で疎遠になったりするんですか？友達としての思いやりとか、そういうのがないなって感じたら疎遠になるかも。例えば、まあ、インフルエンサーでよくあるのは、友達としてすごい誘ってくれてたのかなって思ったら、利用したいだけだったんだみたいなのを感じると疎遠になっちゃうかも。そう、その仕事でを何かこう、あの、持ちかけてくるとか、なんかその自分のいい影響があると思ったから、その私と仲良くしようとしてきてるんだなとかっていうのを感じると、やっぱりどうしてもちょっとなんかこう警戒心みたいなのが生まれちゃって、本当の意味で仲良くなれなかったりとかはあるかな。うん、2人の年収を教えてください。年収？年収やば、4桁いくかいかないか。すごい年収。夢ある。夢だって普通の OL さんとかでさ、そのライン行こうと思ったら、本当に勤続年数めちゃくちゃ積むか、もう外資系のもうバリバリ、その実力で上がっていけるところに入るか、どっちかぐらいしかないですもんね。だから去年とかで言うと4桁の半分ぐらいだから、普通に会社とかに勤めた方で、まあ、31歳ぐらいだったら普通、本当に平均的なぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこからこう今本当に頑張れてるって感じで。私も31ぐらいの時は多分それぐらいだったんで、うん、あの、夢はあります。はい、全年齢のそれこそ平均収入が大体年間440万円ぐらいっていうのは求人ボックスの調べで出てますんで、それで言ったらちょっと平均よりも 10% 高いですから、それすごいですよね。ありがたいですね。ありがたい、頑張ります。いつもありがとうございます。好きな男性のタイプは？めっちゃいるでしょ。なんですけど、はい、なんですけど、前も答えたじゃないですか、これ、ね、なんでもうちょっと具体的に、例えばこういう人とかこういう感じの人が好きですよ、もういたら、あ、もうそういう見た目で言ったらってこと。見た目で言ったらとか、みんながに分かりやすく伝えるとしたら、シルベスタ・スタローンの顔が好きで。好きそう。シルベスタ・スタローンの口がめっちゃ好き。ここ、うん、マジでセクシー、もうあれ大好きです。あの、シルベスタ・スタローンのここがマジで好き。でもまあ目も好き。あの、ちょっとこうセクシーな、ちょっと気だるい目っていうか。確かにこういう感じだよね。そう、もうだから大好き。うん、大好きって何回も言う。大好き。だからロッキーっていう映画もめっちゃ好きで。そうだよね。はい、エイドリアンになりたいなってずっと思ってました。エイドリアン奥さん。ロッキーの奥さんになりたくて、自分の愛犬にもロッキーって名前をつけてしまうほど、シルベスタ・スタローンの顔が好きです。はい。はい、私は昔の、あの、現役のアーノルド・シュワルツネッカーが好きです。対抗してきて、シルベスタ・スタローンに。なんで？対抗してくるの？対抗じゃないんだって。え、だって好きなんだって。もうシルベスタ・スタローンと戦うんだったら、もうアーノルド・シュワルツネッカーしかいないぐらいの感じで来たよね。え、たまたまなんだけど。誰かと比較して、なんか誰か落としたとかじゃなくて、ただただ昔のアーノルドめっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。そう。で、あの、崖でこうさ、このポーズ。ああ、このポーズね。私がやると全然もう。あ、ゴールドジムに飾ってあるやつね。あれめっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいい。
そうだから私あれがすごい好きで、うん、あのもうなんだろう、もう体のシェイプもいいし、顔とかなんか髪型とかも全部好き。あの感じ、うん、キュンキュンキュンみたいな感じ。そうあれいい。まあアーノルド・シュワルツネッガーのあの現役のボディービルダーの時の体って本当かっこいい。いいよね。うん、それは体は。あの好きですね。私は体は好きですね。なんか対抗する形になっちゃったんですけ けど、シュワルツネッガー派かアーノルド派かもしあればコメントしてください。お二人、外見は磨かれていると思うんですが、中身は綺麗ですか？怖い。その一応怖くない。なあっさちゃんは中身めっちゃ綺麗。てか綺麗っていうかすごいまっすぐで。本当に太陽みたいな人なんです。私もう多分何回も YouTube で言ってると思うんですけど、初めてさ、私が YouTube 始めたばっかりの時もお話ししたんですけど、みんなを照らす人なの。多分前世はそうやって人を照らす人だったんだけど、多分自分じゃ言いづらいじゃないですか、そんな私はみんなを照らす人。いやすごい、それ嬉しい。あさちゃんはだからそのなんていうの、すごい人を明るく照らして、なんかこういう暗いことを考えるような人間のこともすごいね、あのそれじゃままでいいんだよって言ってくれる愛のある人です。なので中身綺麗だそうです。そう、綺麗。エミはあの中身が綺麗、すさんでるか綺麗かで言ったら綺麗。なぜかというと、もうエミは、まあ、子供の心のような心を持ってて、その邪悪な心がない。あの邪悪な心、悪知恵とか働かせられないです。人に悪さをしよう、こいつを貶めてやろうとかっていうことはまずできない。ね、だから、まあ、いい意味でも悪い意味でも不器用だから、そういう邪悪な心が一切ない、本当に子供のピュアな心を持っていると思うんで、まあみんなね、顔からしてそうだと思うんですけど、顔からして子供のようなので、みんなが多分イメージしてるままなんじゃないかなとは思う、エミは。ありがとうございます。これにくっついてる質問で、外を磨くんだったら筋トレしたりとか、いろいろあると思うんですけど、中身を磨く場合はどういう方法がありますかって聞いてます。中身を磨こうと思って磨ける人はいないと思うけど、やっぱり自分が愛を持って接せられる人としか時間を共有しないようにするっていうのは、あの自分の心がすごく安定していられるのと、あとはやっぱ無駄な時間を消費しないし、あの常に人生をやっぱ豊かにすることに時間を使っていけるっていうのは、やっぱり自分自身が磨かれていくことにつながっているんじゃないかなって自分はそうしてるんで、それが一番私の中では大事にしてるポイントです。やっぱ人との関わりっていうのはもちろん第一前提大事だと思うんですよ、大切な人に、だからこそ思いやれると思うし、気をこういい意味で気を使ったりとか、その人を大切にする行動をすることによって誠実性が磨かれていったりとかすると思うんですけど、私はそのなんか結構こう言葉とかからこう影響を受けることも多いので、本を読んだりとか、あと映画を見たりとかするっていうことも多いかなと思います。そのすごい大切にしようと思えない人と過ごす時間っていうのは、お互いにこうなんていうの、心をこう削り合うことになるから、心が綺麗だなって思う人と一緒にいたいって思えて、でその人たちと一緒に、まあ、一緒に時間を過ごそうって思ってもらえるように、自分もこう誠実に過ごしていきたいなと思いますよね。英語の方なんですけど、マリーミー&ティーチミージャパニーズ、マリーミー、ティーチミージャパニーズ、私と結婚して日本語を教えてくださいと言ってます。アサさんからお願いします。はい、結婚はちょっと難しいです、ごめんなさいということで、ただ日本語はもしどこかでお会いする機会があれば、簡単な日本語ですね、ありがとうといたしまして、こんにちは、さようならを教えたいと思います。そうですね Sorry I can marry you なんですけど、ちゃんと英語で、ね、そう、I wish I could you and I will teach you Japanese って感じで、まあ、もしできるなら日本語を教えてあげたいですが、まあ、教えるとしたらありがとう、ごめんなさい、さようならということで、はい、はい、そうですね、スペイン語だったらぜひ教えますんで、いい、ね、うん、まあ、せっかくね、今回バリに来てるということで、最後にこれまで行って最も良かった、結構難しいと思うんだけど、最も良かった滞在先、これはもう国内でも国外でもどこでもいいです。私は、スペインのマルベージャっていうところです。
まあ、スペインの最南端の町なんですけど、あのもうジブラルタル海峡の近くで、もう本当モロッコにあの船で行けるみたいな場所なんですけど、まあ、私そこに留学してて1年間で、そこに1年間住んでたんですけど、本当に小さな田舎町で、あの電車もないで、もうなんかその旧市街とかが真っ白で、なんかそのブーゲンビリアっていう花、カラフルな花がこう道の細い道の脇にこうあったりとか、もう街がとにかくすごい可愛くて、であとは海もすごい綺麗だし、とにかく日本人が全然いない、アジア人がめちゃくちゃ少なかったので、なんかすごい異国に来たって感じがして、なんだろうな、すごいやっぱ南の国なんで、南の街だったんで、人もすごいこう明るくて、すごい、あとご飯も美味しかったんで、そこが大好きです、マルベージャ。滞在しやすさとか住みやすさで言うと、マレーシアのクアラルンプールがいいんですけど、バリもいいけどね。そう、バリもいいんだけど、バリはそのとにかくゆっくりするってイメージ、私の中では。仕事もできるんですけど、 Wi-Fi とかもほとんどねあるし、ここも実際 Wi-Fi あるんですけど、なんかとにかくゆっくりしてリラックスした方がいい感じ。そのだから、それこそデジタルデトックスしたりとか、もう空気に触れたりプールに入ったりするのが良くて、まあちょっと都心でプラスその日本的な日本食とか、日本のものとかっていうのも手に入れやすいところはマレーシアのクアラルンプールですね、だから私普通にピラティスレッスン普通に通ってたから。マレーシアとか日本人の方だとビザなしで3ヶ月90日いられるので、すごいこう行きやすいかなと思います。で、あのやっぱ日本人がいないっていうとドバイは良かったんですけど、1個選ぶってことだったんでマレーシアにします。はい質問コーナー NG なしでお答えしていきましたが、いかがだったでしょうか。イエーイ、はい、多分楽しんでもらえたと思います。はい、もうあずさちゃんとはいろいろ旅をさせてもらって、まあバリに続きドバイにもね一緒に行ったんですけど、またバリに来られたので、今年もねいろいろ旅をしながらまた一緒にコラボもしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいということで、今回の動画良かったなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。